I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. 腹残しの腹マンガーグーって言ったの今日最後ちょっとアレンジしてみました。ちょっとね今日は違うバージョン、ライブスタンド買った後だったんでね。さすがですね、さすがです漫画大好き芸人トランジットの腹残しがこれぞという一冊を紹介します、はい、今日はこちら、シュタインズゲート、シュタインズゲートというね、シュタインズゲート、すごい。これ今ね BGM 流してくれてるんですけど、はい、これね実はまあ漫画もあるんですけど、うん、ぜひアニメで見ていただきたいなと思って、うん、今回はちょっとハラアニメですね、うん、そのアニメの主題歌ですか、アニメの主題歌オープニングですかね、うん、っていうのなんですけど、これどういう話かというと、うん、これもまあ今流行りのというか結構前のアニメなんですけど、うん、あのタイムリープ系というね、あ、はいはい、過去に戻る系のやつなんですよ、はい、まあ、あらすじで言うと、うん、主人公 の、 あの岡部凛太郎という方がいるんですけど、うん、ちょっとあの中二病でね、高校3年生なんですけど、うん、ちょっと中二病であの別の名前があの法院京馬っていう名前なんですよ、うん、でそれで白衣着てなんか喋り方とかも変えて、うん、なんか未来ガジェット研究所っていう、うん、なんかそういう、こうタイムマシンとか、うん、そういうのをこう作るメンバーみたいな、一緒にこう、はいはい、めっちゃハッキングの腕がいいメンバー一人と、うん、その幼馴染の女の子一人みたいな、うん、3人というか、まあ、サークルを作るみたいな感じで、うん、こう日々発明をこう繰り返してたら、なんと本当に過去に干渉することができる、うん、その D メールみたいなっていうのがあるんですけど、うん、その過去にメールを送れる機会が誕生するんですよ、うん、本当に研究してたら自分たちがそこに行けるわけではないのね。そう、過去にメールを送ると、うん、でそれでどうなるかというと、うん、やっぱその過去に例えば宝くじこれを絶対買えみたいなのかっていうと、うん、本当にその自分のメールを信じて行動するから、うん、未来がちょっと変わるという。いいねそれ。そうなんです。ただ でも待って、自分は戻れないんでしょ。自分は戻れないんです、最初はね。過去に送る相手はそれ誰に向けて送るわけ。あ、もう自分たちだから、メールアドレスさえ知ってれば誰にでも送ることができます。過去の自分にも送れるってことなの。過去の自分にも送れるんですよ。でそこから返信は来るの。返信は来ないです。だからもうそのどう捉えるかなんですけど、うん、まあ、一応物語の中ではみんな信じて行動が変わっていくんですよ。へー。ただね、やっぱその行動が変わるということは、うん、これ本当にすごいんですけど、うん、世界線が移動するということなんですよ。それはでもそうだよね。結局さ、うん、過去が変われば、行動が変われば、うん、出会う人も変わるし、うん、進んでいく道もちょっとずつずれていくしってなっていくから、 それをさ経てさ、今現在の自分が存在し続けられるわけ。そうなんです。それがもう本当に今現在 あの自分は存在できるんですけど、うん、この仲間がこうどんどん、さっき紹介したのは3名なんですけど、うん、仲間がどんどん増えていくんですよ、うん、その仲間の身にいろいろなことが起きちゃう。何でも自分には送ってないの彼らは。自分にも送ってるんですけど、でも自分の身にはまだ何も起こってないの。でも自分がやることによって行動が変わってくるみたいなことなんで、なんかいろんなことが起きるんですよ。で自分には影響なかったとしても周りには影響あるみたいな。でこのさっき言ってたその中二病 の岡部凛太郎っていうのだけが、うん、で後々その D メールっていうのを開発して、自分たちもそのタイムリープできるようになる機会も後々できて、でこの岡部凛太郎だけ唯一記憶を持ったまま戻れるんですよ。他の人は記憶は消えるんだ。他の人は記憶消えちゃうけど、岡部凛太郎はなんかちょっと特殊能力みたいな感じで記憶を持ったまま戻れるからいろいろ変えるんですけど、ちょっとこう仲間の死に直面したりとか。それをさらに変えることはできないの。それをさらに変えようとして何回も戻るんですけど、このなんかこの面白いとこというか、うん、シュタインズゲートの面白いとこは、うん、その確定した事象みたいなのがあって、はいはいはい、このどんだけ行動を変えようともこれは変わらないっていうのがあるんですよ、はい、あるんだ。
はそうだから、そういうのとかで、はいはいはい、こうもう本当伏線をねめちゃくちゃ張ってくるんです。このさ、事象だけは変わりませんっていうのは、いろんな経験値から出てくるの？いろんな経験値から、どうやらこれはもう変えられないぞっていうのが分かるんだ。例えば、まあ、今日だったら今日の8時に何かこれが絶対に起きちゃう、うん、でその前に何回も助けようとするけど絶対にこれだけは変えられないんだとっていうのは何回もトライした上で分かるんだ。苦しんだりとかで、やっぱその前半部分がめちゃくちゃ伏線張るんですよね、うん、そういうそのシュタインズゲートの後半から結構戻ることになるんで、うん、前半が正直分かんないことも多いから、うん、あの諦めちゃう人多いと思うんですよ、うん、もう前半で見るのやめちゃう人、はいはい、でも俺はもう本当中盤まで頑張って見て、うん、そっからも止まらなくなるんで、あ、全部がその本当中盤まで我慢すれば伏線回収になっていくのね。全部つながってるし、うん、全部すっきりするし、うん、そのなんか本当に、あ、だからすごい、だから本当過去をちょっと変えようとしても確定してるものは変わんないんだとか思わされるし、うん、ただ逆にこれでこんな変わるんかいとかもあるし、 あの時のこれはこの行動があったからだったんだとかね、ちょっと読んだらきっともっと深いものなんだと思うから、はい、宝くじの番号を過去に教えられいいなとか思って、それいいやんいいやんとか思った自分がちょっと軽っと思った。だから最初はだからそんなんですけど、ね、多分もう本当そういう、こう自分の欲というか、はい、宝くじの番号を教えることで、うん、宝くじを買うことで未来がちょっと変わっちゃうみたいな、うん、だからなんか性別変わったりとかもする場合もある、そのメール一つで、とかもあるんですよ。なんかその不思議なんですけど、はあ、ただ腑には落ちるというか納得はできる。で伏線回収が見事だから、これ今本当あの一番記憶消してみたいと言われてる作品なんですね、うん、このシュタインズゲートが、記憶消してもう一回最初から見たい。ああそう、はい、じゃあ本当中盤まで難しいと思わず頑張ってみるべきなんだ。いやそうですね、難しくはないんですけど、うん、あんまり展開みたいのがあんまなくて、うんうん、その本当伏線を張ってる状態なんで、うんうん、もうでも頑張って全部見て、うん、そのなんか気になることあれば覚えてた方がいいです、はいはい、そしたらその後半全部回収してくれるから。これさ、まあ、どこまで言えるかっていう話になるかもしれないけれど、はい、主人公が後々実際タイムスリップというか元に過去に戻れるようになるっていうふうに言ってたじゃない、うんはいはい、で主人公だけは記憶を持ったまま戻れて、うんうん、一緒に戻ったその友人たちは記憶をなくした状態で戻るんでしょ。そうなんですよ。だからないんですね、未来の記憶がね。過去に戻った時に、うん、その過去にいるはずの自分たちとは対面できる。それはしちゃうと、うん、あのタイムパラドックスが起きちゃうっていうので、うん、そのもう本当にでもない時空を超えてるから、うん、そうよね、おかしい。だから本人には会わないようにしてるんですよ、うん、ただその、タイムマシンだとその時代にも自分はいるんですけど、うん、その岡部凛太郎ができるようになるのはタイムリープだから、うん、自分の存在はその一人しかいないんですよ。ああそうかそうか、だからタイムリープだからその時の自分がいるわけじゃないんですよ。ああ未来の記憶を持った自分がいるだけみたいな。ああじゃあ過去に戻ってるんだけれど未来のことも分かってる状態ってことか、はい、不思議やね。でもその未来からあのタイムマシンで来てる人もいるんですよ。へえ。でもそのタイムマシンを作ったのがとかなんかいろいろそういうのもありつつみたいな。そのさ岡部くんはさ、はいはい、また今に戻るっていうのも自由にできるわけ？過去に行ったり今に戻ったりっていうのは。今に戻るはなんか時を過ごすしかないんですよね。うん、そうだから同じ日を何回も繰り返すんですよ。助けるためにとか、その友を助けるためにだからもう本当精神的にも追い込まれていくとこもめっちゃあるし、そのなんかまあそうです、内容言っちゃうことになるんでこれ以上あれなんですけど、そのなんかね、うんうん、一人の人間のなんかこう苦しむ姿とかもやっぱあるし、だから自分だけしか記憶ないってこんなに辛いんだっていうのもあるし、まあでもさ過去に戻った時もまあ記憶はあるんだけれど、うん、いろんなことをその場でさ変えていくことによって、はい、その後の未来も変わる可能性もあるわけでしょ。そうですそうです。ってなるとその自分の記憶もまた少しずつ変わっていってってならないのかな。自分の記憶なんか全部持ってるみたいなことなんですよね。だからこうだったけど自分がこう動いたことでさらにこう変わったっていうことまで覚えるのか。全部覚えてます。でその他の友人たちは全然覚えてない、もう記憶はない状態で一からまた始まっていくんだ。でもそれでもこうね、マキセ・クリスっていうそのまた、まあ、登場人物がいるんですけど、うん、そのことをこうね、なんかこう
話していくんですけど、科学者なんですよ、そのマキセ・クリスっていうか、うん、その若くて優秀な科学者で、その協力してくれたりとかするんですよ、うん、戻ってきた自分に信じてくれて、うん、未来から来たっていうのを、そういうところとかも良かったりとかね。ただこのマキセ・クリスと、そのもう一人のさっき言ってたあの幼なじみの女の子、うん、この二人が物語の鍵をめちゃくちゃ握ってるんで、そう注目していただきたいなと。ちょっとこう恋愛事情なんかも、恋愛事情なんかも絶対出てきますよね。なんかこれ元がなんかゲームなんですよね。へー、多分結構その SF 恋愛ゲームみたいなやつで、まあ、その恋愛してるわけではないんですけど、いやでも絶対過去に戻ってさ、書き換えたいとかさ、やり直したいっていうのはさあるよね、きっと。そうなんです、うん、でもやっぱそれがまあうまくいくか、はたまたもう本当にもう何もしなければよかったのにっていう状態になるかとかは、やってみないと分かんないところもね。そうなんです、あるから、まあ難しいですけど、簡単に過去に戻ろうなんて思っちゃいけないんだって思わされると思います。ああそう、もうとんでもないことになっちゃう。すいません、宝くじの番号を教えてあげたいとかばっかり思っちゃって、だから再年が宝くじ買いたい、この番号を教えれば当たると思ってやっても、うん、その、ま、誰か、うん、友達とかが、うん、もしかしたらなんか違うことに巻き込まれたりとかするかもしれない、うん、大丈夫、過去の自分にしか教えないし人生狂わせることないから私大丈夫、当ててもらっても。それを繰り返してしまうんです人は。まあね、そういう欲がある人にはね、女神様は微笑めないなんて言いますけど、まあ、そんなことよりも深い深いお話なんだね。じゃあね、伏線回収がやっぱとにかくすごいんで、そういうの好きな方はマジで見ていただきたい。伏線回収って気持ちいいよね。気持ちいい、ね、まあ、本当にきっとその繋がった時にはつらって思うようなエピソードもきっとあるんでしょうけどね。そのなんかお話聞いてたら、あ、そう、笑いもあり感動もするしみたいな、切なさもあるとか、なんか全部こうやってくれるというか。ほう、だからやっぱ本当前半アニメで見る場合は前半を頑張って見てください、はい、で中盤以降を楽しんでください。漫画とアニメだったら、じゃあアニメが先がいいんですね。正直僕はアニメの方が見やすいかなっていうのはありますね。特にその、うん、やっぱこう漫画普段見てない人とかは、うん、アニメの方がこう楽しめるんじゃないかなと思うんで、うんうん、ちょっとアニメ、シュタインズゲートとシュタインズゲートゼロっていうのがあるんですよ、はい、でこれはシュタインズゲートから見ないと話は、うん、あの分かんないと思いますんで、まずはそのシュタインズゲートを見てくださいという。あれみたいね、スターウォーズのなんかエピソードゼロみたいな、エピソードゼロみたいな、そういうみたいなもんです、ね、そんな感じなんですよ。スタインズゲート見てからゼロに行くと、スタインズゲートゼロ。ただシュタインズゲートゼロもそのやっぱシュタインズゲートにつながってるかなっていうのがあり、これまだ終わってないんですか。もう終わってます。はははだからもう結構前、多分2017年とか。あ、じゃあ完結はしてるので。そうなんです、ちょっと最後はすっきりできるのかな、はい、あのサブスクでね、いろいろすぐ見れますので、はい、よかったら皆様見てください、はい、本当に、はい、ということで今日の一冊というか今日の一作品は、はい、シュタインズゲートでございました。腹残しの腹漫画でした。落語家の立川庄司です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川庄司のニュース落語、もう聞いていただけましたか。政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川庄司で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川庄司金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川庄司のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川庄司のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。ああ、毎週考えてんだよ。